上ミス市地主茨城県道240号奥野八千手線は茨城県上ミ市内の一般県道である。国道124号の地主交差点から鹿島臨海工業地帯の豪野池東部地区方面や南浜地区方面へアクセスする産業道路である。地主交差点から東部コンビナートへ伸びる道路は通称ベルコン通りと呼ばれている。 1974年10月4日、茨城県は、鹿島港南航路に隣接する、豪野池東部地区コンビナート周辺の産業道路を整備するための新規県道路線として、起点を、鹿島郡上須町大技奥野や、終点を、上須町大技地主とする区間が、県道奥野地鉄線として、路線認定した。後の1995年に、 茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号240に変更されて、現在に至る。鹿島臨海工業地帯の産業道路であることから、交通のほとんどは、通勤車両や、物流関係の中、大型車が大部分を占める。朝夕の通勤時間帯は、交通量が増え渋滞となることが多く、特に例年5月から6月の東部コンビナートの、 定期修理工事期間中は、さらに工事関係者の交通量も増大し、大渋滞となる。全線4車線で最高速度制限は、時速60キロメートル規制である。また、上須市東和電道地種の全区間は、通行する車両の総重量が最高限度25トンの道路に指定されている。道路法の規定に基づき、上栖市奥野や道手間は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。鹿島港の南東に位置し平坦で、東西方向に一直線に伸びる道路である。沿線に、科学プラントの建造物や煙突などの、化学コンビナート工場の風景を見ることができる。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ABC 道路の区域変更道路の共用開始茨城県法第6999号 P8 ABCD 茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P14AB、県道路線の認定、茨城県法号外、P1。道路の区域決定、茨城県法、第6711号、P4、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ82 AB、82AB、 車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法第1014号、ピアニッシモ 67AB、車両制限令の規定の基づく道路の指定。茨城県法第1551号、ピアニッシモ94、車両制限令の規定に基づく、国際会場コンテナ車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路の指定。 茨城県法号外第16号、ピアニッシモ38、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法第2980号、ピアニッシモ1828。ありがとうございます。